エクソダス。この番組は Web3 専門メディアの編集長キャリアのある2人がブロックチェーン、暗号資産、NFT、DAO、DeFi などのニュースやトレンドを深掘りする番組です。この番組はソラノとイーサリアムのためのオールインワン暗号資産ウォレットバックパックの提供でお届けします。現当社新しい経済編集長の志田龍介です。ソラノスーパーチームジャパンの大木久志です。エクサスエピソード91始まります。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ビットコインなんですけど、ここ数週間続伸してたんですが、ちょっとですねこの1週間は厳しかったなという状況で、まあ高いところにあるんですけど状況でありまして、その他アルトの動きなんかがちょっと目立った1週間かなと思います。まずですねこの1週間の相場の方から振り返っていこうと思います。それでは暗号資産のマーケット情報です。ビットコイン先週の週始め11月25日月曜日の始め値が1511万9987円、12月1日日曜日の終わり値が1456万801円ということで、日本円でいうと 3.7% ダウンしております。ドルベースでいうと11月25日月曜日が97912ドル、そして12月1日の終わり値が97026ドルということで、ドルベースだと 0.88% のマイナスという形になっています。ちょっと為替の影響を受けて日本円の方が下がってるというふうに形になりますが、まあビットコインちょっと上値重たかったかなという1週間でございました。でそれとは逆にイーサの方が伸びてまして、イーサは先週の週始め11月25日月曜日の始め値が51万9122円、そして12月1日日曜日の終わり値が55万6438円ということで 7.22% 上昇しております。ドルベースでいうと3365ドルから3710ドルまで伸びてまして 10.25% の上昇という形になりました。イーサー厳しかったんですけど、ここに来て少し戻ってきてるので、アルトターンのなんか兆しなのかと思わせるような動きではあるものの、ちょうど感謝祭とかも今ある状況ですので、まあなかなか判断難しいなという状況でありますけれども、その他アルトでも目立った動きしてまして、後ほど大木さんとの話も出てくると思うんですけど、XRP がすごい伸びてまして、日本円で言うと11月25日の始め値が221円、それがですね、12月1日日曜日が343円ということで、54.88% 上昇という、大幅に上昇しているような状況も見られました。はい、それで米国の ETF ですね、米国のビットコイン現物 ETF への流入出なんですけれども、この1週間ビットコインちょっと重たい形だったんですけれども、 ETF もですねやはり資金流出が見られるようになってきたような状況です。25日に 435.3 ミリオンドルの流出があって、26日も 122.8 ミリオンドルの流出、27日が少しプラスになって103ミリオンの流入という形になりまして、で28日はお休みで、29日が 318.6 ミリオンの流入ということで、ここ 1,2 週間ずっとですねほぼ大きな流入が続いてたんですけど、25日に少し流出したというところで、まあこのあたりもビットコインの価格に影響してるのかなというところでございます。で一方でですね、イーサの現物 ETF、 米国での ETF の方は未だグレースケールの流出は続いているものの、他の銘柄の流入が入ってきているので、この1週間はですね比較的、ずっとプラスになっているような状況でした。25日が 2.9 ミリオン、26日が 40.6 ミリオン、27日が 90.1 ミリオン、そして29日が 332.9 ミリオンということで、結構なボリューム入ってますね。このようにイーサに関してはこの1週間はプラスだったかなと、 ETF への流入がプラスだったかなというところで、まあ価格も伸ばしているような状況でございます。また暗号資産全体の時価総額もご紹介します。時価総額に関しては12月2日の時価総額が546兆6487億円、1週間前が522兆でしたので、全体の時価総額としてはビットコイン横ばいではございましたが、 4.6% ほど時価総額は上昇しているかなというところです。またドミナンスもですね、ビットコインのドミナンス減少しております。11月25日時点のビットコインのドミナンスは 56.07% だったんですが、12月2日時点調べますと 52.23% ということで、約 3,4% ぐらい下落しております。イーサが 11.63 から 12.03 に伸びているという状況でございまして、またその他のアルトコインですねに関しては 16.47% から 20.19% まで伸びているというところで、ややドミナンスがアルトに寄ってきてるかなというところ、まあこのあたりもですね、ここからアルト来るのかと予想されるような1週間の指数の動きになっております。続いてビットコインの恐怖強欲指数です。こちらはですねこの1週間やや水曜日27日に下落はしてますが、水曜日が75の強欲でした。それ以外の週が76を超える極度の強欲というですね数値が出ておりまして、まあ投資家心理としては比較的まだ強
強いのかなという数字が出ております。そしてグラスノートのオンチェーンデータ、ビットコインのインフロー、ビットコインが取引所に送金された総量ですけれども、これはこの 1,2 週間とほぼ同じぐらいの量だったかなというところを推移しております。また、取引所所有のビットコイン残高については、こちらはですね、また引き続きこの1週間も減少してまして、25日がわずかに増えていて 289万6359BTC だったんですけれども、12月1日まで、そこからずっと下落してまして 284万3430BTC というのが週終わりの結果となっております。はい、ということでですね、ちょっとビットコインが横ばい、頭打ち感出てきたようなところ、まあ弱いっていう感じじゃないんですよ。そういう動きの中で、先ほど申し上げたように XRP とかイーサが比較的動いてきてるという状況がございます。はい、大木さん、ざっとご紹介してきましたが、はい、XRP がさっきも僕冒頭で言ったんですけど、かなり伸びていて、はい、という状況です。まあこれ先週からも言ってるよ通り、いろんな要因があるんだろうと思うんですけれども、そうっすよね、この1週間ものすごかったですね。そうっすね、なんかもう2017年とか18年の頃のような並びですよね、この時価総額ランキングなるほどね、はいはい、BTC、ETH、XRP ってなんか懐かしい、 いいですね、リップラ、はい、うん、そうですね、うん、どんだけあの当時から持ってたんだろうな、みんな持てた人がそうですね、いるんですかね、うん、塩漬けだったのか、それともでも裁判で勝ったみたいな話も、うん、ほぼ勝ったというか一部勝利みたいな状況にも今年なったから、うんうんうん、まあ その都度ちょこちょこ上がってはいたんですよね。だから、うん、どのあたりまでみんな握力あったのか分かんないですけど。そうっすよね。ただここに来てものすごい上がってるし、今この収録中もなんかすごい上がってたんで。まあ。いやー、びっくりしましたよ。まだ過去最高値は超えれてないものの、でも、かなり、2021年の頃の高値はもう超えてるって感じですね。次はだからその前のバブルの時を超えるかどうかみたいな。怖いっすね。ところですよね、はい、うん、まあ、なんかね、この番組にもお伝えしてきたように、SEC ゲンスラー退任が好材料として挙げられてるし、うんうんうんね、XRP の ETF もあるんじゃないかっていう、あ、そうね、それも申請されてるしね、あるし、はい、うん、ちなみになんかゲンスラーって別にゲンスラーが訴えたわけじゃないんですけどね、前任者が訴えてやめたっていう。ああ、そうか。厳密に言うとそうか。引き継ぎ事項なんだね。まあ、いいうん。そうそうそう。でももう全部の悪が。かわいそうに、うん。まあまあ、ただね、SEC との長年の戦いがこれで終わるんじゃないかという期待が。そうね、取り下げられるんじゃないかとかも言われてますからね。はい、期待ですね、うん、で僕なんかよく知らなかったんですけど、はい、あとリップルがステーブルコイン出すんですか。あ、そうですそうです。 US ドルペックの、ステーブルコインを計画していて、はい、なんかニュースだと間もなくローンチなのかみたいな報道もありました、はい、先週。すごい読みにくいですね、うん、RLUSD、 RLUSD です。日本人の中ですね、これ。そうですね、R と L。R、あ、これ確かに、これの逆に、これでも綺麗に発音すると英語が発音が良くなるかもしれない。良くなるかもしれないです。なんて読めないですよ、僕も。RLUSD。言いづら。ほんと言いづらい。なんか。あって、はい。ね、なんか、トロンみたいになるんじゃないかみたいな話もちらっと見ましたけど。トロンにおける USDT。ああ、なるほどね。はい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 、はい、はい。ただよくわかんねえ。どうなんでしょうね。そうなんです。なんか、いろいろ開発が進んでたりするのはわかるんですけど。で、なんかその国家間送金とかそういうので使われ出してるのはわかるんですけど。使い出してるのかな。なんかそういう事例はちょこちょこ出てきてる実証も含めてあるんだけど、なんか、実際なんかそれこそイーサとかソラナのような、なんか僕らが使うダップスがなんか乗ってないじゃないですか。そうですね。っていう印象があるから、なんかよくわかんないですよね。うん、で、そういうなんか、TVL とかも見えてこないし。うんうんうん。まあ、リプラーが強いってことなのかな。だし結構これあれですよね。やるよーで反応するしてますよね、やっぱり。うんうん、まあ、もう大きなニュースなんですけど。そうね。ニュースでやっぱすごい反応するんだな。反応してる。あとあれですよね。それこそ、これもちょっとね、裏が取れてるか分かんないですけど、トランプがアメリカの企業が発行したトークンには、税金を免除するみたいな、キャピタルゲイン税免除するみたいな。はいはいはい、だからまあ、そうするとアメリカの国民に対してですけれども、そうするとね、うん、ビットコインには、で、儲けたらお金かかるけど、XRP で儲けたらお金かかんないんじゃないか。ああ、税金かかんないんじゃないかっていう、儲けた分の、うんうんうん。っていう憶測もあったりするのも、なんかもしかしたら、まあ、これ A だとか、もう挙げられてるんですけど、一緒に。
まあ、リップル社が確かにアメリカにあるし、みたいなことで。まあ、それが本当かどうか、ちょっとなんかあんまり報じられてないんで、一個のツイッターが言ってただけなんで怪しいんですけれども、そういうのも拍車かけてるような気もします。ね、けどこれ結構なんかみんな言い出してますね。このキャピタルゲイン税廃止ってなんか。で、なんか言ってたら、トランプやりそうだしね、そのアメリカで、それで誘致するみたいな、要は。先週ね、志田さんも言ってた、福岡でもこの話なんか聞きましたよ。うん、ああ、そうね、そうです、そうです。大木さんも言った。はいはいはい。そうなんです。福岡にもこのニュース言ってるんですよ。言ってるんだよ。まあまあ確かに、これだったら別に、はい、なんか、ファウンデーションみんな作ったのバカらしくなりますよね。それこそな、そんなことだろ。別にソラナのソルトークンもソラナラボ発行でいいじゃねえかって。そうそうして、なんか、変えていくみたいな。DUX もね、DUX ファウンデーション作んなくてよかったですよ。っていう話になったらややこしいんだよ、ね。トレーディング社発行で。うん。やっぱそっちでした、みたいな。なるかもしれないですね。なんか報道によるとそういうのもありよって言ってるっぽいですよね。本当であれば。だからその、うん、今からエンティティをこうアメリカに移すと、だから面白いですねそれ。うん、なんかアスター USA みたいな、例えばねえ、なんだスイス置かなくていいんじゃんみたいなみたいになってる。だからいろいろやっぱり価値観がまだこれ分かんないですよ。崩れつつあるよね。そうっすね。はい、まあ。まあまあ、XRP ちょっとこう。XRP すごい強いですね。強い。で、確かにソラナ、まあ、ソラナとかビットコインよりも今週は伸びて、この1週間伸びてる。ててうん、まあ、ほんとただ、なんだろうな。期待先行で、なんか、まあ、ユースケースが、なんかよくわかんないっていうのはあるんですけど。うん。うん。はい。はい。ちょっとまあ、でもなんかこういうように他のあると、イーサーも今週ちょっと伸びましたが、盛り上がってくると、いよいよ来るのか、みたいな気はするので。うん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 、まあそれのなんか倹約に1個 XRP がなるかもしれないなっていう気はなんとなく、そうですね、うん、したりしてるんで、ちょっとまあ来週以降も数字を追っていこうかなと思います、うん、続いて番組スポンサーのご紹介です。この番組はソラナとイーサリアムのためのオールインワン暗号資産ウォレットバックパックの提供でお送りしています。バックパックは業界をリードする強固なセキュリティと初心者でも使いやすい UI を備えた Web3 ウォレットです。ソラナの人気 NFT コレクションマットラッツのクリエイターとしても知られるチームがデザインした最も先進的な次世代 NFT ウォレットでもあります。バックパックは iPhone、Android、デスクトップブラウザ版でダウンロードが可能です。ぜひ最先端のウォレットをスマホや PC で体験してみてください。この番組の概要欄にリンク貼っておりますので、ぜひと皆さんチェックいただければと思います。それでは続いてニュースヘッドラインと深掘りのコーナーです。このコーナーではこの1週間にあった週のニュースをまずヘッドライン形式でお伝えします。その後気になったものを僕と大木さんの方で深掘りしていこうと思います。それではこの1週間にあった週のニュースはこちらです。米トランプ次期政権の SEC 委員長にポール・アトキンス氏が最有力候補か、フォックスビジネスの記者が報道。ビットワイズがビットコイン&イーサリアム ETF をニューヨーク取引証券所で上場へ、 SEC へ S1 申請書も提出。ビットワイズ、暗号資産10銘柄を含む指数 ETF を SEC へ申請。ウィズダムツリー、XRP 現物 ETF の法定信託を米デラウェア州で登録完了。トランプ一族のディファイ、ワールドリバティフィナンシャルをトロン創設者ジャスティン・サン氏が支援、300万ドルの投資。マイクロストラテジーが11月18日から24日の期間に54億ドルのビットコインを追加購入。保有量が38万 6700BTC に。米上場の医療機器メーカーセミュラーサイエンティフィックが11月18日から22日までの期間にビットコインを追加購入。合計保有数が 1570BTC に。マラソンデジタルが 6474BTC を追加購入。転換社債の10億ドル調達で。ゾディアカストディが機関投資家向けトークン化資産用保管ソリューション提供へ、セキュルタイズと提携で。米裁判所、トルネードキャッシュに対する米国の制裁を覆す。ミームコイン作成取引のパンプファン、トークン宣伝の過激コンテンツでライブストリーミング機能を向き無効に。暗号資産取引所 XT.com、自社資産から約100万 USDT の異常資金転送を報告。リップル社、ステーブルコインが承認間近か、フォックスデジタルが報道。21シェアーズが、ピス、オンド、レンダーの ETP をローンチ。ニアのステーキング ETP も展開。デファイテクノロジーズ、スウェーデン初の同時コイン ETP を上場。ロビンフッド、欧州向けにイーサリアムのステーキングサービス提供開始。コインベース、アフリカ送金サービスのエンペサのブロックチェーン統合に向け交渉中。ブラジル会員戦略的ビットコイン準備金の設立提案。香港最大のデジタル銀行 ZA バンクが個人向けの暗号資産取引を提供開始。テザー社が EURT のサポート終了。マイカ規制と需要減少で。
リップル社とイギリスのアーチャックス、XRP レジャー上で初のトークン化マネーマーケットファンド展開。モロッコ中央銀行総裁、暗号資産を認める法律を準備中と発言。ディファイ及びその基盤の L1 チェーンハイパーリキッド、独自トークンのハイプのエアドロップを実施。アバランチの大型アップグレード、アバランチ9000テストネットで稼働開始。バイナンス報酬付き証拠金資産 BFUSD 導入。バイナンスのホルダーエアドロップスでシーナの取扱い開始、シードタグ銘柄として上場も。バイナンスラボ BNB チェーン基盤のリステーキングプラットフォームカーネルに出資。ファントムウォレットイーサ L2 ベースに正式対応開始。クラーケンの NFT マーケットプレイス2025年2月に完全閉鎖へ。バビロンラボラがビットコインをついに統合。EVM 互換の GK ロールアップザーキット独自トークン ZRC 正式ローンチ。イーサ L2 のスタークネットガバナンストークンスタークのステーキングを正式にローンチ。ソラナのディピン系プロジェクトナティックス、テスラ対応の新デバイス VX360 を発表。続いて日本のニュース、日本関連のニュースも紹介していきます。 DMM ビットコインが廃業へ、来春 SBI VC トレードに資産移管へ。金融庁、無登録運営の海外暗号資産取引所に警告。クーコインビットキャッスルバイビット MEXC グローバルビットゲットに。自民党のデジタル社会推進本部に Web3 担当が新設。塩崎昭久議員が就任へ。 Web3 プロジェクトチームは解消。リミックスポイントが暗号資産の購入を予告。15億円投資へ。バイナンスジャパン、日本国内でピアツーピア取引バイナンスペイ提供開始。バイナンスジャパンが VIP プログラムを改定、 BNB 平均保有量の下限免除に。伊藤上一氏、そしてペイデイの創業者ラッセル・カマー氏らが主導するレイヤー1ブロックチェーンジャパンスマートチェーンの開発が発表される。ジャパンオープンチェーン IEO 先行優先販売の募集予約口数を大幅に超える申し込みを初日に記録。テレグラムのゲームキャプテン翼ライバルズがトークン計画を発表。メタプラネットが SBI VC トレードとの株主優待プログラムを発表。クシム、株主への情報漏洩の疑いで役員に辞任勧告。当該役員は事実に重大な誤りがあると主張。メタプラネットがアンプリファイ ETFs 管理のアクティブ運用型 ETF ブロックに採用。メタプラネットが新株予約券発行で最大95億円の追加調達を11月28日に計画。リミックスポイントがビットコインの追加購入を完了報告。投資総額が35億円に。日本円ステーブルコインの JPYC が JPYC プリペイドに名称変更。スナップトゥーアーンのスナップイットのスナップイットトークンが財布に上場へ。コイン娘の独自トークン、娘コインが MEXC グローバルに上場。仕組み債のディファイ、セガ、主要プラットフォームによる買収を報告。プラットフォームとイントマックス、Web3 におけるリアルワールドアセットにイントマックスウォレット活用。東映アニメーション、韓国の WeMade とブロックチェーンゲーム開発協力で MOU を締結。はい、ということでこの1週間いろいろニュースが。やっぱりまずはハイパーリキッド旋風じゃないですかね。そうですね、ハイリキですね。ハイリキ、はい、あの一時期はトップ10入りしたんですよね、確か。一瞬あのカルダノとからへんまで。で今は下がっちゃってるんですけど、昨日僕ちょうど昨日か一昨日レポートを別の検討者のコミュニティの方の書いていて、はい、そこでベスト10入ってましたね。入ってたんですよね。TVL かな、 TVL かトレードボリューム、あ TVL の方だったと思うんですけど、デファイラマで時価総額でだと思います。時価総額、あ時価総額か、はい、基本的にはもうかなりそこの伸びてきてたっていう印象があります。そうですよね。でいわゆるブロックチェーンとして独自チェーンですよね、ハイリキは。独自チェーンですね、うん、そこでいろいろあるんですが、うん、まあ独自チェーンですこの段階では、うん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 、でいわゆる奥ドロ、はい、奥ドロ報告、僕の知り合いからもありますか、報告がありまして、おお、いやなんか本当働くのバカバカしくなったなっていうえあのなんか X のフィードを見てると、日本でも数千万ぐらいのエアドロップみたいなのはなんか散見されたんですけど、はい、奥ドロを言ってる人もいました、大木さんの知り合いで。ぶっちゃけいます、います。マジですか、僕も知ってる人かもしれないですね、もしかしたら。かもしれないです、はい、そうか、はい、まあ、うん、今回ね、そのすみません、ハイリキって、まあ、知らない人のもいると思うんですけど、そのDEX の、うん、パーペチュアルスワップ永久先物取引に特化した DEX ですね、うん、まあ、レバレッジ取引ですね、はい、で、まあエアドロップという、まあ、トークン発行が先週、はい、
行われて、まあ、エアドロ、うん、された人がまあ何人もいるっていう。そうですね。ですね。初期のトレーダー、うん、まあ、最初の頃からその配利機を使ってくれていた貢献者に対して、こう、まあ、エアドローとそうする。ポイントに基づいて配布されたと。そうですね。うん、はい、うん。で、まあ、億ドロって1億円を超えるエアドロップですね。すごいですね。すごいですよね。っていうか、この番組、以前は、大地さんもいらっしゃった DYDX さん、それこそパーペチュアルスワップの、大手のにスポンサーいただいていて、はいはい、当時 DYDX の話を、はい、まあいろいろする中で、やっぱりこうハイパーリキッドが伸びてきてるとか、うん、DYDX がエアドローないけど、ハイパーリキッドはこれからエアドローあるからねって話を結構今年早い段階とか去年からしてたんですよね。うちの番組でも。そうしましたね、結構。ずっとしてて、うん、皆さんどうでしょうか、それを聞いてお触りしてたでしょうかっていうか確かに、うん、ねえあんだけハイパーリキッドって多分日本のポッドキャストで言ってたのうちぐらいだと思います。まあ その時ハイパーリキッドを推してるというよりはある意味対抗馬として、はいはい、DYDX のハイリキハイリキって話は多分日本で一番してたんじゃないかなと思うんですけどね。そうですよね、うん、ねえ、うん、いいことがあればいいですよね、リスナーの方々に。そうですね、はい、うん、そう、僕はですね、僕もその今一応当時 DYDX にいてライバル社だったんで、はいはい、まあ触るじゃないですか、うんうん、なのでポイント貯まったはずなんですけど、うん、ちょっと今そのウォレットがどこに行ったかを探してますいやマジかマジっすか、はい、探そう、それ優先事項だね、はい、そんなにないと思います、はい、うんうんうん、でもね、はい、うん、まあ、ただここってあれなんですよ、その、はい、創業者とかの そもそもこの創業者って、はい、まあ、何人か確かいて、うん、ハーバード大系なんですよ。おー、なるほど。はいはいはい。元、エリートだ。ちょっと名前忘れちゃったんですけど、機関投資家というかトレーダーというか、ハイパー、うんうんうん、ハイフリクエンシートレーダー的な、超高速なんで、なんて言うんでしたっけ、日本語で。すごい頻繁にトレードする人たち。はい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 。ハイフリクエンシートレーダーって日本語で言うんです、あ、英語で言うんですけど、うん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 、それ系の人で、なるほど。で、確か VC も入れてなくて、そうそうそう、それも話題になってる。そう、うん、自分たちの、まあ、持ち金だけでやってきたような人たちなんですよね。そうだからっていうのもおそらくあって、要はその VC への割り当てがなくてですね、まあ、本当にいわゆる彼らの言うところのトレーダーコミュニティに還元したっていうところが一つありますよね。そうですよね、はい、それ大きいですね、確かに、はい、うん、で、まあ、まあ、多分、まあ、それもそうなんですけど、多分、もっと大事なのが、うん、まあ、普通にいいプロダクト。はいはいはい。に対して、いいプロダクトってみんな使うじゃないですか。そうね。うんうん、そう。で、いいプロダクトって早めに気づいてたくさん使ってた人に対して、うん、まあ、エアドローが行ったっていうイメージ。はい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 。なんか要は別に、エアドローハンターとかで、なんか無理に別にその、使う必要ないのに使ったりっていうよりかは、うん、なんか あったんですよ。ハイリキでもエアドロハンターいましたが、なんかおけずりとか言ってありましたが、うん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 、それというよりかはやっぱ初期は、うん、まあ、本当トレード好きな人が、すげえ使いやすいとか、サクサクすごい進むとか、うん、なんつうのその、細かいとこ、僕トレーダーじゃないのよくわかんないところもあったんですけど、その、うん、なんかね、もう完璧らしいんですよ。いや要は、UIUX がいいってこと。UIUX の、その、なんていうの、かゆいところに手が届くっていうような。だからあれですよね、場合によっては、その、うん、大地さん言いづらいかもしれないけど、DYDX から移った人とかもいたんでしょうね、多分。ああ、まあ、どうなんかな、うん。どうなんだろう。かもしれないね。でも人気になって、どんどん人気を伸ばしてきて、結局気づいたらね、うん、1位、ね、まあ、その、今でもパーペでも1位じゃないですか。いや、もう圧倒的1位ですよ。圧倒的1位ですよね。はい。ボリュームで、ボリューム全然違うじゃないですか、これ。今、画面見てますけど、うん。デファイラマ出してますけど。デファイラマで、はい、ボリューム24時間のボリュームで、はい、ハイパーリキッド27億ドルですよね。そうね。うん。2位のシンフューチャーズが6億ドルですよね、うん。そうか。桁違うんだよね。違います。うん。はい。そうっすよね。そう。エイプ X が5億、そうね。うん。そうなんです。はい、うん。で、まさにおっしゃってたように、まあ僕昔、多分1年前は DYDX じゃないですか。はい、そうっすよ、まさに。1年前は DYDX で、ちょうど DYDX チェーン立ち上がりました、うん、みたいな。うんうんうん。コスモス SDK 最高みたいな感じで、うん。これからは分散化の時代みたいな感じで言ってたと思うんですけど。そうね、言ってたよ、すごい。はい、ダオダっつって、うん。ダオダって言ってました。うん、し、あ、それは、いまだに別にその信じてるんですけど、うん、まあ、逆転されてしまったと言っていいんじゃないですかね。はい、うん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 、
1年で大逆転されて、まあ、要はあんだけ DYDX、ね、ディファあの DEX のパーペチュアルスワップといえば DYDX だったんですよ、うんうんうん、でそれが1年でもう逆転されちゃったって、ね、やっぱクリプト業界において安牌ってないんだなっていう、いや本当にそうですよ、ね、改めて感じました。感じますよね。まあ、それこそちょっと違うけど、はい、NFT で言うと、オープンシート、ブラーみたいな話も、うんうんうん、もう、こう入れ替わるときはすごいじゃないですか、スピードが。そうなんですよ。うん、いや、そうだよね。確かに。そうです。うん、で、うん、この排力の躍進にはもう一つ論点があって、はい、あの、まあ、素直にいいプロダクトです、素直にすごいですっていうのが、まあ、あるんですけど、うん、もう一つ論点があって、うん、やっぱユーザーって分散化気にしないんだなっていう。なるほどね。はいはいはい。いくら FTX 事件みたいなことがあっても、うん、いくらハッキングがあっても、うん、分散化気にしないんだなっていう点なんですよ。うん、要は結構これ有名なんですけど、入りきってその L1 チェーンだとか言ってますけど、はいはいはい、コンセンサスをこう司る、取引力承認するノード、うん、バリデータノードですね、うん。これはもうクローズドなんですよ。ああ、なるほど。はい。で彼らがやってる、うん、か、まあ、彼らの仲間内でやってると。パブリックじゃないと、はい、そこをみんなができるわけないと。うん、そうです。うんうん、で、まああの、あとマートっていうソラナ系のすごい超有名エンジニアとかも結構指摘してるんですけど、うん、それにコードが全部オープンじゃないっていう。ああ、そうか。そう。ってことは、ものもの、ってことは、その、身内だけで、まあ、取引承認とか、まあ、そうね、できちゃう、環境、うんうんうん、で、まあ、要はブロックチェーンを一回 CZ が、BNB チェーンでやった時みたいに、うん、なんか、ブロックチェーン止めたりして、うん、そうね。そういうことできるってことだよね。できちゃうってことじゃないですか。うん、はい、できるってことだよね。はい。なんで、要は、そういう意味では、分散化されてないんですよ。うん、うん、うん。まあ、だから、もっと言えば、ファンド、資金が、もしかしたらどっか行っちゃう可能性もあるっていう、その、うん、うん、うん。まあ、そうだよね。人たちの悪意ある行為で。はい。うん。障害って、だから、ある意味、セックス的だってことだよね。デファイなんだけど、なんかすごいややこしい話で、デックスなんだけど、セックス的なリスクがあると。そうです、そうです、うん。プライベートウォレット。まあ、ウォレットですね。うん。はい。使って、トレードできる。KYC ないってだけで。そうね。KYC ないイコール、デファイ化問題もあるしね。なるほどね。はいはいはい。そう、で、まあ、そういうのはあるんだが、で、うん。ありますと。で、DYDX が攻めたのがそっちだったんですよ。うん、完全にオープンソース、もうソースコードオープンです。はい、DYDX チェーンは、まあ、ちょっと、バリデータの数忘れちゃいましたけど、パミッションレス誰でも入れます、うん。で、別に DYDX の友達たちじゃないバリデータも全然入ってきてます。うんうん、で、みんなでこう、ガバナンス投票やったりね、はい、取引承認してたわけじゃないですか。そうね。うん。フロントだって作っていいよみたいな話ですもんね。あ、そうです、そうです、うん。そっちに DYDX が舵を切ったんですよ、1年前。うんうんうん。ユーザーは気にしないんだなっていう。で、そこは外したとも言えるし、まあ時代がまだ追いついてないと、うん、なんかね、うん、DYDX の関係者がちょっと負け惜しみっぽくツイートしてましたけど、けどなんかちょっとわかんない、これ気にしないんだなっていう。まあ、儲かる方に人は流れるというのは常ではありますけど、うんうんうん、ただ僕個人的には今の大木さんの話聞いて、なんとなく DYDX の方が中長期的になんか戦略としては正しいんじゃないかというのは思ってたりはすると。うん。ます。というのが、まあ、入り気は今このエアドロもあったりして盛り上がってるものの、うんうん、そのさっき言ったポイントでもあって、やっぱり KYC どうなってんのみたいな話で、これから規制をされていく可能性が非常にはらんでると思うんですよね。うん、うん。うん。だから、まあもちろん、それはすべての、DYDX だってそれを防げるかどうかわからないんですけど、うん、極めてそこに、対規制に対して、なんかちゃんと対応してったのが、なんか DYDX だと思うので、まあ、そうね、まあ、KYC は別に やんないんですけどね。まあ、まあ、オーファックリストに載ってなければ大丈夫です、うん、あなたが。うん、あなたのアドレスがって感じです。はい。そう。で、でもそこだけじゃなくて、なんか要は、エンティティをじゃあどうするとか、うんうんうん、結局、まあだから要は SEC とか、まあそれもトランプになってどうなってくるか分かんないですけど、トランプもディファイやるとか言ってるからね。はい、なんだけど、はいはいはい、なんか国によってはそこら辺のエンティティがやっぱり攻撃されやすかったりするので、うん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 、だからこそユニスワップもダオ化してるわけじゃないですか。はい。ユニスワップ株式会社じゃないわけで、だから、はい、なんか、
中長期に見るとそっちの方が今エアドロとかあの使いやすさで遊ぶんならもちろんいいんだけど、どうなっていくんだろうなっていうのはありますけどね、はい、なんか思いますけどね、うんうん、だからただまあ今稼げればいいじゃんっていう論点から言うと、まあ UI が良くてエアドロもあるここが流行ったっていうのはまあ分からんでもないし、人間ってそうだよなとは、うんうん、分散化は理想ではあるんですけど結局ね、うん、っていうところもあるので、そうっすね、まあいろいろだからいろいろ考えさせられるいい意味でも、うん、なんか論点をがある話題ですよね。このエアドロってただでエアドロで儲かったじゃなきゃなくて今回は。あ、そうなんです。それはすごい普通にその、ね、いいプロダクトだって使うじゃん。そう、それはそうそう、やっぱ本来そうあるべきなんですよ。うん、そう。なんか別に使いたくないのにエアドロ目当てで使ってるっていうのがおかしいんですよ本当は。そう、なんかタップしたらお金もらえるからタップひたすらするみたいなんで意味わかんないよね。そうそうそう、なんかあのゲームとかで、うん、うん、いやまあそうっすよ。でもそうね、はい、これはまあ盛り上がってて奥ドロ出ましたか、沖さんの周りでも。奥ドロ聞いた瞬間なんかもう俺記憶すれば冷めちゃいました。俺何度何回に入りきって言ってきたんだろうこれまで。自分呪いますよ。本当に。入りき結構早かったっすよね、この番組。キーワードずっと言ってたから、やっぱり DYDX がまだ上位にいた頃、トップにいた頃も、やっぱり迫ってくるものとして一個入りきがあったわけじゃないですか。ありましたね。うん。ありましたよ。まあでもこの入りきもだってこれからどうなるかって話ですね。やっぱりここの部分、それで言うと。エアドルしちゃったわけで。まあまあ、うん。そうっすね。それはそうだ。で、これでまあある意味 DYDX 同じ立ち位置になって、だけど、まあ、けど運もいいよね。その長期相場の開始とともにこれやってきたから、ね、はい、はいはいはい、そうなんですよ、うん、運ですよ、運もありますよこれ、ぶっちゃけ、うん、うん、半年ずれたら違うわな、うん、そうそう、 DYDX はその前回の長期相場の時そんな感じでしたね、うん、DYDX のエアドロして、あ、そうそうね、確かに、うん、はいはいはい、そうだね、それも盛り上がってはいたんですけど、うん、市場規模が全然違くなってるじゃないですか。そうね、今違いますね、はい、うん、はい、まあ、ちょっとまた追っていきましょう、はい、うん、まあ、トークン価格今後どうなってくるのも気になりますしね、はい、はい、で、おじさん、あとですね、ソラのディピンのナティックス、これもあのエクサスで今まで紹介してきたんですけど、なんかテスラ対応するんですかね、これ、そういうニュースがありました。そうっすね、おそらくそもそもテスラに360度カメラってのがついてるんですよね、うん、うん、ああ、そうか、そもそもね。そうそう、機能としては、おそらく、はい。なるほど。はい。で、それに乗っかる形で、ナティックスが新しいデバイスを出し、うん、うん、うん。360度のデータを収集して、すいません、そもそもナティックスって、その地図データですよね。地図データ。そうね、座標を取るんだよね。座標を取って、ね、あれ取って、うん、新しい、まあ、地図データでいいのかな、ですよね。で、座標データが。要はハイブマッパーがある意味ライバルみたいに言われてます。ハイブマッパーは画像なんですけど、僕の父のナティックスはこの何がどこにあるかですよ、うん、電柱ここにあるとか、要はその位置関係をなんか記録するというふうに認識してます。あ、うん、ですですで、そうですね、成果物としては一緒ですよね、うん、多分そう、それを一緒、それを地図に、ね、地図にそうそうですよね、とか将来の自動運転に多分生かしていくみたいなことですよね、うんうんうん、そのデータを要はここに工事してるよとか、だからまあ一緒ですね、そこの、うん、そう、なんかアプローチが間違ってるんですけど、ハイブマッパーと確かに、うん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 、そのものをその、うんうん、実物のデータ写真データを取るのか、はい、メタデータみたいなのを取るのかってことですね、うんうん、そうそうそう、違ってるんだけど、まあそれを収集することで、うん、車とか運転しながら収集することでトークンをゲットすると、うん、で今回そのテスラ対応の VX360 を使えばすごい360度からデータ収集できるってことですね。なるほどなるほど、はい、っていうので、なんかちょっとすごいですね。だからこれテスラと乗っかってなんか、うん、というところでは、うんうんうん、確かにそもそもね今スマホでもできますけれども、なんか盛り上がっていくかもしれないですね、うん、そうですね、うん、確かにな、ここら辺の EV との連携っていうのはあるんですね、ディピンのところで。そこシンプルに面白そうですよね。これ面白そうっす ね、うん、これなんか日本の、いやそうなんです、自動車会社とかさんとか興味ないんですかね、興味ないんですかねとか、僕が興味あればなんかできるわけじゃないかもしれないですけど、なんかつなげたりはできそうなんですけどね。そう、なんかどっちかといえばファンコミュニティ作るとかそういう取り組みが日本の企業多いんですけど、うんうんうん、まあ、こういったディピンみたいなのできるハード持ってるっちゃ持ってるじゃないですか、まあ、いわゆる EV だって日本で走ってるわけで、うんうん、うん、確かにこういう組み方とか、なんなら自社で作っちゃうこともできますよね。まあ、こういう仕組みを。う、ね、うん、ね、走った分だけトークンもらえる、あ、うん、EV みたいなのを出すとか、わかんない。そうなんですよね。うん。いや、ほんとそうですよ。そう。まあ、なんかヒントあるかなっていう気もしますね、このあたりに。はい。はい。
はい。で、次はですね、結構これ大きなニュースかもしれないですね。アメリカの裁判所がトルネードキャッシュに対する米国の制裁を覆すということで、はい、まあ、ミキシングサービス、うん、トルネードキャッシュに、うんうん、まあ、過去に米財務省は2022年に暗号資産のミキシングプラットフォームトルネードキャッシュを制裁を課して、北朝鮮のハッカーやその他の悪意のあるサイバー犯罪者による70億ドル以上の資金洗浄を支援したと非難してたと。ただ、これに関して財務省の権限を超えた行為だとして、米高訴裁判所は判決を下したというのが結構これびっくりのニュースでした。うん。そうですよね。うん。これ結構その、結構というか、コインベースも絡んでるらしくて、その、はい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 。コインベースの、最高法務責任者かな。はいはい。が、ポール。自由の勝利だっていう、ツイートしてて、うん。なんか結構肝は、うん、そのスマートコントラクトに罪はないって判断されたっていう。はい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 。ことらしいんですよ。うんうんうん。なんか、スマートコントラクトって、誰かの所有物じゃないと。うん、うん。なんか、こう、その裁判所は、うん。所有物に対しては、なんか、何かしらのものを法的アクションを取れるけど、うんうんうん。その所有物じゃないもの。なるほど。に関してはできないっていう。うん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 。判断をしたらしくて、うん。そこが大きいです、みたいな。なるほどね。うん。いわゆる財産に該当しないってことが規制対象の。そうだよね。そういうことだよね。トルネードキャッシュ。誰かが保有してるってことだよね。そう。そうだよね。オープンソースのものだからっていうこともあるし。はい。だし、これ、まあ、いつもこういうので話になる、その包丁を作った人が悪いのか問題という話でもありますよね、うん、結局。そうですね。そう、スマートコントラクター、まあ、そこを悪用してやった、もちろん北朝鮮のハッカーは悪いんだろうけど、うん、それ作った人問題なのかっていうところ。そう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 。うん。ね、だからこれどうな、ここからどうなるかですね。実際今、コントラクター動いてるもの、フロントは確か閉じられちゃったような気がするんですけど、どうなんだろうな。そのあたりとかが気になるところですね。そうっすよね。うん。でもこれはちょっとね、まあこれはそのトランプのとか、新クリプトっていうところが影響してんのかどうかわかんないですけど。でもそのなんか雰囲気があんのかな。そういう、いきなりこういう風にニュースが出てきたので。うんうんうん。うん。そうっすよね。そう。うん。なんかそういうことも考えてしまいましたね。うん、本当に雰囲気が変わってんのかもしれないな、みたいな。なんだ、結構その、クリプト系の犯罪者を、犯罪者っていうかその、リバタリアン的には犯罪者じゃないけど、うん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 。それこそ、シルクロードの人も、恩赦するみたいな。ね、言ってる言ってる言ってる。はい、とかあるんで、そういう流れはあるのかもしれない、ね。あるかもしれないですね。うん。うん。うん、いやだからちょっと、まあこれは、業界にとっては確かに大きなニュースかもしれないな。し、なんかここら辺が判例になってくると、そうですよね、っていうところあるかもしれないなと思いました、はい。はい。で、ちょっと今回ニュース盛りだくさんなんですけど、あと日本のニュースいくつかあってですね、うん、まず、今日この収録12月2日にやってるんですけど、DMM ビットコインが廃業するってことが速報で出ました。うんうんうん。まあ、ハッキング被害に遭った DMM ビットコインで、それを資金を補填してたんですけれども、結局まあ、営業で、業務改善命令とかも出ていたんですけれども、今回発表されたことだと、廃業して、サービスすべての口座及び預かり資産を SBIVC トレードに移管することで基本合意したということが発表されています。うん、来年の3月頃をめどにすべて、移管される予定と、いうことで、まあ、こういう終わり方をした感じですが、ちょっとここで言いたいのが、まあ、結局こうなってくるとやっぱり原因っていうのが明かされないで終わっちゃうのかなという思いもあったりして、そうっすよね、うん、そうなんですよね、そうなんですよね。で、まあ、じゃあなんで明かせないのかなとかも考えてしまう、うん、じゃないですか。だからここはちょっと、なんか気持ち悪いなと思う。この移管自体はユーザーにとってはいいことだと思うし、SBI さんは何らそれで問題があるっていうことではないんですけど、その SBI さんが傘下に置くというよりは、このいわゆるビットコインを、DMM ビットコインをなんか、資本の中に入れるというよりは、単純に口座引き継ぐということなんで、まあここは廃業しちゃうと。そうですよね。だからこの過去に起こったことは、じゃあもうディスクロスされないのかってなると、うん。でそれを堅くなに言ってこなかったことが言うともっと問題になるから、みたいな。うん、で、まあ要はこの資金ってもちろんユーザーには補填されたけど、結局北朝鮮とかに流れてんじゃないかみたいな話があるわけで。うん、そうですよね。そういうことの、まあ刑事あとその中の人のまあ刑事責任とかの問題もあるんじゃないかな。あ、中の人かわかんないですよ、ね。要は関与した人ですね。これに関与した人とそこら辺がなんか管理体制とかガバナンスどうだったのかとかも。とか。よくわかんないですしね。で、それをライセンス与えてたのは金融庁じゃんっていう話で。うん。うん、別に厳しくしろって言ってる話じゃなくて、なんかここら辺が、なんかこれで、その後この情報がもうなんか出ないのは何度かなっていうのは個人的にはなんかちょっと思ったりしますということです。はい。
そうなんですよ。全然更新しないですからね。更新されない。うん、ホームページが。で、ここまで出さないってことは、やっぱそういう意図があるのかなって思っちゃうなっていう気はしますけどね。それでいいのかなっていうのは、ちょっとなんか個人的に。うん。うん、はい。で、あと日本でちょっと、僕が気になったのは、伊藤丈一さんらが、ジャパンスマートチェーンっていうのを発表しました、大木さん。はい。チェックしてますか？あ、ニュースヘッドラインだけ見ました。まあ、いわゆる、ジャパンスマートチェーンという名称で、伊藤丈一さんらがリードしてやるっていうことなんですけど、ちょっと今日、収録時間がなくて詳しくは言えないので、また後日、うんうんうん、機会があったら話そうと思うんですけど、まあ、その日本の企業がバリデーターになるブロックチェーンだということで、すでに、まあ、複数の日本の企業の、まあ、参加みたいなのも、投資家とか出ていて、SBI インベストメントとか、ケイスケ・ホンダさんです。ホンダ・ケイスケさんのファンドとか、デシマファンドとか入ってると。アニモカブランズ。そう。で、パートナーでアニモカとか、ファミマデジタルワン、ロイヤリティマーケティング、ポントポイントですね。あと、東京ドーム、マイナウォレット等がですね、まあ、おそらくバリデータになるんだなということで、なんか、ぶっちゃけごめんなさい、どっかで聞いたことあるなっていう。日本の企業がバリデータします、イーサリアム互換です。ジャパンスマートチェーンっていう、はい、なんでジャパンってつけるんですかね。まあね、でもまあ日本の企業がバリデーターで安心だよっていうのが彼らの推しなので。ああ、そういうことか。そうで、まあまあもう言っちゃうと、ある意味今 IEO 調のジャパンオープンチェーンと本当にすごくコンセプトとしては似てるサービスだなっていう状況でございまして、うんうん、まあここら辺ジャパンオープンチェーンとジャパンスマートチェーン、ね、スマートチェーン、もう一個ぐらい作ってもいいかもしれない。ジャパンジャパンパブリックチェーンとかね、わかんないけどね。でもまあ、で、ちなみに、ジャパンオープンチェーンさんの IEO は非常に好調のようで、多分100口かなあった、先行優先販売 20% のプレミアつく大口の販売については、大幅な、要は予定数を超える申し込みがあったということを発表されてまして、うん、そういう意味で期待高いのかなというところです。だからさっき話してた、なんかその、ハイリキと DYDX の話じゃないんですけど、うんうんうん、まあ個人的にはなんかクリプトをやるとこういう企業がやってるから安心のブロックチェーンってどうなのかな、と思う気持ちと、ただなんかまあ確か日本の法準拠してて使いやすいよねっていうこともわかるよねっていうところで僕もなんか悩まされるんですけど。使いやすいって言っときながら、なんか作ったんですか誰が。まだまだこれからですよ、それぞれ。作ろうとしてる感じ。だから僕が気になるのは、まあこのいわゆるジャパンなんとかチェーン系って本当盛り上がるのかなと。でもその法準拠するんだったらっていうのがメリットってどこなのかなと思ってて、例えばコンコーディアムとかって法準拠できるブロックチェーンだったんです。過去にもあるし、まあ、ハイパーレッチャーとかそういうのでやればいいじゃんみたいな話もあるじゃないですか。コルダとかでいいじゃんみたいな話もあるので、うん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 、まあなんかこのあたりの動きがあって、まあ IO なんかも好調なようなんですけれども、あ、これ批判してるわけじゃないんですけど、なんかこれがじゃあ日本のマーケットに受け入れられていくのか、うん、いやいや、やっぱりでもイーサリアム互換じゃなくてやっぱりイーサーでやりたい、もしくはソラナでやりたいみたいな話が出てくるのかっていうのは、なんかちょっと見ていきたいポイントだなと思ってますね。ということで、まあちょっとこのあたりですね、また、ごめんなさい、今日ちょっと収録時間がお互いなくてですね、補足があればまた来週とかに話そうと思っております。はい、今回もお聞きいただきましてありがとうございました。エクサスは今回の配信のようなマーケット情報とニュースを深掘りする毎週水曜日の通常エピソードに加え、エクストラ回としてゲストトークなども配信しております。ぜひこの番組フォローしたい方いらっしゃいましたら、ぜひとも Apple、Spotify、Voicy など様々なポッドキャストスタンドで配信しておりますので、フォローいただければ嬉しいです。またこの番組は皆さんの感想やリクエストを募集しております。 X でハッシュタグエクサス使用、エクサスカタカナ、使用ひらがなです。このハッシュタグをつけてポストいただくか、しだら大木さん宛に DM の方でご連絡ください。皆さんのコメントや感想をどしどしお待ちしております。それではこの番組はソラノとイーサリアムのためのオールインワン越しさんウォレットバックパックの提供でお届けしました。またエクソダスでお会いしましょう。さよなら。さよなら。この番組は一般的な情報提供のみを目的として配信しているものであり、いかなる暗号資産、有価証券等の取得を勧誘するものではありません。また、出演者による投資助言を目的としたものではありません。暗号資産投資にはリスクが伴います。投資を行う際はリスクを了承の上、ご自身の判断で行っていただくようお願い申し上げます。